正式に戦ったのはジャンボ鶴田とそれからディック・スレーターそれから石川あたりが夏祭りに挙げられたんですけれども、今後のこのタイガージェットシーンはどういうふうに洞察します？シーンの帰る前にですね、ちょっと会って話を聞いたんですけどもね、はい、彼は7月いっぱいはそのカナダ・トロントで暴れてですね、8月にはやっぱりオーストラリア遠征が控えてるそうですね。なるほどね。ですからやっぱり日本にまた再び来るのはですね、どうやらその後ということになるでしょうね。そうですか。さあ両者の対決、今度は河津掛けに持っていきました。そして体を落とします。河津落とし、ディック・スレーターがそのまま覆いかぶさって勝負がなるかどうか。そのジャンボ鶴田は、タイガージェットシーンのことについてはいわゆるこのラフファイターだけではなくて実力を伴った、悪のヒーローだとこのように言っております。非常に冷静な分析をしております、ジャンボ鶴田です。さあディック・スレーターがそのまま覆いかぶさるんですが、おっとカウント 2.8 ぐらいまで行きました。タイガージェットシーンの話はまたの機会にしたいと思います。非常にスリリングな展開になってまいりました。3本目の勝負、今度はパイルドライバー脳天食い打ち、ディック・スレーターが見せます。決まりました。さあ覆いかぶさるか、しかしポジションはちょっと悪いようだ。足を伸ばすことができるか、カウントが入ると危ない。あっと危ない。足を伸ばす意識さえもありません、ジャンボ鶴田。上半身で今むくっと浮き上がっただけ。これまたカウント 2.8 ぐらいまで入ってしまいました。そしてディック・スレーターが追い打ちをかけます。エルボーバット、エルボードロップを落とします。鶴田ちょっと動きがなくなりました。危ないぞ鶴田、危ないぞ。さあディック・スレーターが勝てば第8代の UN 選手権保持者になることができます。さあしかしこれは返した。鶴田が最後の力を振り絞りましてこれを切り返しました。鶴田ちょっと口を開いて息をしておりますのでちょっと呼吸が乱れています。3本目の勝負になりました。ディック・スレーターの上半身はもう真っ赤であります。しかしまだ、息は荒くなっておりません。非常に綺麗な呼吸をしておりますが、今度はパイルドライバー脳天食い打ち、ジャンボ鶴田が思い切って観光した。さあ正面を向いた。さあ交通事故でやられた首のあたり、そのまま覆いかぶせる。勝負はつくか。スレーターも返します。いい勝負になりましたね。竹内さん3本目、もうここまでハードになったらですね、技はあと一発ですね。本当ですね。そうですね、非常にいい勝負になってまいりました。3本目です。さあ今度はおっと今度は